キンプリヘイヤー仕主演映画ウビラブが興業成績で圧勝の秘密。ジャニーズの人気グループキングピンス以下キンプリのメンバーであるヘイヤー仕が主演する映画ウビラブが11月9日に全国公開され興業成績で注目を集めている。本記事ではなぜウビラブ が他の漫画原作恋愛映画を圧倒する成績を収めたのかその背後にある要因に迫る。背景、ウイラブ、とは、ウイラ、ブ、笑い漫画で大人気だった少女漫画の実写版であり、平野にとっては金プリデリュー初の主演映画となる。ヒロインには、 今年4月に公開された人気少女漫画実写映画、ママレードボーイで共演した桜井ひな子が抜擢されている。初週末の興行成績では、動員14万3000人、教習1億7000万円を記録し、初登場3位にランクイン。しかし、注目すべきは公開関数が215と少ない中でのこれらの数字である。他作品との比較。 ウィラ・ブの興行成績は他の大作映画をも上回っている。初登場3位にランクインした中で、1位はエイロックバンド、クイーンのフレディ・マーキュリーの生涯を描いた、ボヘミアン・ラプソディー、2位はスパイダーマンシリーズのスピンオフ作品である、ベノムだった。これらの映画は400近いスクリーンで公開されたのに対し、ウィラブ。 は215と半分以下の数である。それでも、なお、圧倒的な工業成績を収めたことは、注目に値する。平野仕用の急上昇ぶり。工業成績の数字だけでなく、平野仕用自体の人気も急上昇している。前述の、ママレードボーイとの比較では、教習が239.2%も差をつけている。 これについて業界関係者は以下のように分析している。一えに吉沢と平野の人気の差が如実に現れたということでしょう。吉沢は若手俳優の中で屈指のイケメンとして大人気を博しており、女性人気は竹内涼誠や山崎賢人をもしのぐほど。しかし平野の人気は若手男性タレントの中で頭一つ二つ抜けている。 4月期の TBS 系ドラマ、花のチャレから花男 NEXT SEASON から、絵の出演後、平野は大きく飛躍しました。l イラ、ブ、は今年3月31日に公開された平野主演映画ハニーと比べても265.3%という好成績。5月のキンプリデビュー以降、そしてドラマ放送以降、平野のファンが急激に増加したようです。 広告代理店担当者、スタートダッシュに成功し、興業収入10億円突破は固い、ウィラブ。平野には来年以降も、映画のオファーが殺到しそうだ。ウィラブの興業成績が他の漫画原作恋愛映画を圧倒した背景には平野潮の急上昇する人気が大きく寄与している。 これまでの活動から、花のチャレから花男ネクストシーズンから、絵の出演、そして、ハニーといった映画での成功が、彼の知名度とファン層を急激に拡大させた。今後も映画界での成功が期待される平野仕様に注目が集まることは間違いないだろう。